くく、ついに来たか。この時が、人間、妖怪ともが蔓延するこの世界を支配下に埋め尽くす日だな。どうやらあの過去に妖怪が似ている夢の中の出来事全部でこちらにパワーそのものが送り込まれてくる。そしてそのパワーは全てこの私のものとなる。つまりあの過去に妖怪は哀れな試験者なのだ。まんまと引っかかるとは最近の連中は抜け目もないってことだな。余裕に余裕を持ってみたらそういうことかって最近思うようになってきたしね。私も失敗するんかとハラハラだったし、うまくいけているのならそれでいいんだけどね。で、そのパワーを使って何をするかって、決まっている。この世界を全てもらう。つまりは世界征服ってことなのだ。ふっふ、私たちの住んでいる世界より発展も技術もそこまで動いていない時代だからより世界征服に邁進できるであろうね。とな、ちゃちゃっと終わらせてやろう。面倒な茶番は5年だからね。はーい、マリサの言われた通りのを買ってきたわよ。おう、サンキューなんだぜ。マリサは最近何かしらコンビニで買って食べるのが多いよね。そんなにハマるほど美味しいの。何言っているんだ、美味しいに決まっているだろ。あんなに美味しいのが安く買えて手軽に食べられるに越したこともないのに、文句を一つも二つもつけられんぜ。小石、お前はあんまし食べないんか。結構うまいぞ。食べないことは多いけど、頻繁に買って食べての繰り返しじゃ飽きないのかなって。ふむ、量は飽きちゃうか。だが私ぐらいのレベルでは飽きるどころかコンビニ間に合ってぐらいの段位となってるんだぞ。どれだけコンビニでうまいもんが買えて食えるか、これといった満足がないくらいなものなんだぞ。さすがはマリサ、ものすごくコンビニを前面に押しかけてくるとこ、動揺させて私をコンビニにはまらせようという魂胆なのね。私がお前をどさくさ紛れて落とし穴に落とすわけではないぞ。ただ単にお前にコンビニの良さを知ってほしいものなんだ。お前はまだコンビニの知識はにわかだからな。コンビニの達人と呼ばれた黄色名人の私がとことん教えてやるぜ。ていうか、マリサがちょくちょくコンビニが用意してたの知らなかったんだけど、そんなに言えるのならもうベテラン勢ですかね。当たり。小石ちゃん、どうしたの？遊びに来たの？お金、取らないでね。もう、私はマリサみたいなことしないわよ。たまにハレームと公開話もしたくてね。小石ちゃんとお話しするの。で、レーム、最近調子の方は大丈夫なの？おせんべい食べすぎてお腹下したりしてない？レーム、最近人里で美味しいステーキをご馳走してもらえたよ。とっても美味しかった。え、ステーキ、いいな。そんな美味しいもの食べれて。小石ちゃんもよかったら、今度一緒に食べに行きましょうよ。賛成賛成、絶対食べるわ。ふふ、小石くん、そこまでにしてくれ。時間経ったようだ。はしこ、この声はあのちゆりさん。ちゆりさん、小石ちゃん、さっきの声は何なの？霊夢、お化け怖いよ。お化けなんかじゃないよ。ちょっとした私の知り合いからだよ。きっと用事があって私を呼びつけたんだろうね。そうなんだ。ふふ、小石くんよ、君は夢を見るたびにいろいろと頑張ってくれたであろう。おかげで私の忠実な人物からすごくいいものが計画されたんだ。そう、私のおかげ、すごく良い計画って何なの？ふふ、君には本当信頼できたものだよ。お礼と言ってはなんだが、君にもこの計画の手助けをしていただきたい。そして共に新世界を築こうではないか。そう思わないか、小石くん。で、その計画は一体何なの？私たちと一緒に世界征服をしようじゃないか。はぁ？ふふ、今の世の中は死滅しようとしているんだ。だから我々の住む世界通りにするためには世界征服をして作り変えなければならない。小石くんもミッションラウンド大事に貢献していると聞いているぜ。だからぜひとも協力していただきたい。そして新帝国、レトロスペクティブ、アストロラントを共に作ろうではないか。なあ、小石くん、君も心を入れ替えて乗り気になろうぜ。我々もテクノパーク、アルファ社に大打撃を受けて激震の一途にたどろうとしてきたんだ。しかし小石くんの日常生活から吸い取れるパワーは我々に必要不可欠なものであり、原動力でもあるんだ。だから小石くんのパワーも全開するまでに使い切ってもらおうと思うんだ。なに、報酬は豪華さ。では、やる気にも乗る気にもなっただろう。あれ、どうしたんだい？何故返事を出さないのだ？私と小石くんはある意味でカップルなんだよ。だからそこで否定するなんて選択はない。素直にこちらの計画実行に手助けしてくれればよい。まさか、それを否定するなんてこの目で見る者さんだよ。だからこそ、小石くんは私たちを裏切らないつもり。だよね。ある意味、家族でもあるもんね。あはは、もしかしてあれか。我々の計画のスケールのデカさに震撼しているようだね。ま、驚くも無理もないさ。何せ私たちの住む世界は科学も大きく成長しているんだ。小石くんが見たこともないものばっかりさ。それに小石くんが同意してもしなくともこの世界は私たちで世界征服となってしまうに変わらないのさ。
ま、素直な小石くんはこの世界を世界征服してやろうと同意の世を述べてくれるだろう。私たちは信じているからね。私はしない。え？そうか、ジュリさんは私を騙してきたってわけね。どんな夢の体験談か多いと思えば実験のごとく扱われていたとはね。いやいや、あれは小石くんを試しただけだよ。普段小石くんが何の夢を見ているか、そういうのは通じない。夢を見させてパワーを吸収するなんて、このパワー泥棒が。違う、誤解なんだ。あれは嘘なんだ。ゆめりさんの指示なんだ。私とパワーを結んでないわよ。もうバレバレよ。世界征服とかしょうもないことをまだ目論んでいる厄介だとはね。大体失敗するのがオチなのよ。小石くんがこんなにも判断するとは。だけどゆめりさんにも説教をしてもらわないとならないわ。覚悟してください。ふふ、何もわかってないとはね。ジュリから聞いたぞ。世界征服するための加害者になってくれるのがジュリだろ。何を否定しているんだ。世界征服なんてさせるもんか。大体私たちの住んでいる今の世界がそっちの世界よりローが落ちたとしても、そっちの勝手な判断で壊れたくもないわよ。むしろ私を被験者にさせたのが憎いわ。何を言っている。今の不安した社会などこのまま動き続けても何の意味がないのだ。改革して作り変えるしかないの。それを阻害するもの廃科しておかぬとな。こいつの命が惜しけりゃ我々の計画を手助けするのだ。もし否定するのであればこいつの命はいただこう。小石ちゃん助けて。くそー、ゲーム見てを出すとは卑怯だぞ。卑怯も何もないぞ。君が言う通りにしないからこうなるんだ。さあどうするんだ。否定か肯定か、どっちだ。おい小石、なんだ、そんなところにいたんか。何をしてたんだ霊夢と。マリサ、倒しちゃった。今ので。何のことだ、何を倒したんだ。いやー、さっきまで私たちは世界征服者になれと脅されていたんだよね。そこへやってきたマリサが素通りで倒しちゃったじゃんか。うーむ、邪魔かなーと思って退けただけなんだけどなー。物じゃないのに堂々と退けるとか、どんだけ場面の空気読まずにできたことか。むしろ怖いわよ。で、世界征服だか正解征服だか知らんが阻止できたんだよな。あんな幼稚な悪だくみ、他に通じないからちゃちゃっと始末するがいいぜ。まあ、征服されなくてほんとよかったよ。霊夢も無事だし。で、は勝利のお祝いとしてコンビニでダークさん買ってやるぜ。私からの盛大なおごりだと忘れるなよ。はいはいさ。小石くん、昨日のことは全て水に流して今日は一緒にデートしようよ。ほんと小石くん